はい、今回はですね、前に出る音、それからね、抜けのいい音って何っていうところを、説明していきたいと思います。さあ、まずね、前に出る音なんですけど、まあ、ほぼほぼね、ただね、音量が大きいだけです、これは。で、じゃあ後ろに引っ込んだ音ってなんだって話なんですけど、奏者のね、好みの音質だと、その、まあ、体感がいいため、その、こう、自分で、こう、気持ちいい音が出てるから、良くなってるって思っちゃうんですよね。だけど、単純に音量はそうでもないから、表で聞いてる人からすると、そんな前に音は出てないよ、みたいな。これは単純にね、前に出てないっていうよりも、まあ、音量はちっちゃいのかなと思います。で、あとは、もう一つは、音量って言っても、その、バチでその、革とかね、糸をこう、バシってその、叩く、このアタック音。と弦の振動音程が聞こえるところですよね。で、この、まあ、音量って言ってもだからいろんな音があるんで、三味線にもどの音がどの音の成分が大きいのかでもやっぱ変わってくるんですよ。で、例えばじゃあマイクとかで撮った時に同じ音量なんだけど、バチがその皮にこうガツガツ当たってる、このガツガツの音ばっかり大きくて、主成分である糸の音がそんなに大きくない。まあ、例えばね、その、駒をこう、後ろに下げちゃったりとか、糸がね、すごく細いものを使ってる。とかだと、いわゆる音量が、まあ、その、実際のそのマイクで拾ってる音量よりも、聞こえてくる音がちっちゃいってことなんですよね。だからこれも、前に出ないって言われちゃうかもしれないです。だから、例えば、じゃあ分かりやすいのは、じゃあ2尺とかで8寸とかね、高い寸法でこうガンガン弾いてると音量大きいじゃないですか。大きいんですよ、実際。でだけど2尺5寸とかね、その男性の歌付けじゃないですけど、4寸とか、その低いもうベロベロに下げると音量ちっちゃいですよね。全然出ないですよね。だからあれ前に出ないってことなんですよ。まあもちろん音量自体もちっちゃいし、糸も張力がないから、まあヘロヘロであんまり音量が出にくいと。でだけど別にバチの、こう皮にこう当てるこの音は別に変わってないと思うんですよね。その強さとかね。だからこのガツガツっていう音は音量変わってないけど、その弦が頑張れてないから音は前に出てないっていうことで、前に出る音、後ろに引っ込む音っていうのが、まああるのかなと思います。で、抜けのいい音。まあこれがね、ちょっと厄介かな。難しいですね。三味線奏者が言う抜けのいい音っていうのは、広域、の周波数が、まあ、目立ってる状態のことを言うと思うんですよ。皮がよく腫れてる音とか、締まったね、よく締まった、こう、硬い木材で作った竿の三味線のこう、音とか、みたいな、もう低音のボア付きが少なく、こう、キュッと締まって、こう、シャープな、輪郭の音が、まあ、抜けたようにこう、感じることが多いかなと思います。で、逆に、こう皮が緩んでたりとか、まあ、安いこう柔らかい木の三味線とかだと、音がこうもうぼわついてるっていうか、その低域が強いからもわっとしてる。でこれをなんか埋もれた音っていうんですね。だから抜けた音、埋もれた音ってよく言うんですけど、まあ、ちょっとじゃあ、まあ、実際そのね三味線とか皮の張り方とかは変えられないから、まあ、までちょっと調整して説明してみましょうか。じゃあまず。皆さんが言うじゃあ抜けた音っていうのをちょっとやってみますね。まあ、っていうのが今ちょっと駒を後ろに下げて、肺成分、高い、ところをよく強調してみました。で、一方で、駒を前に、寄せてみました。で、これだと、抜けのいい音っていうよりは、ちょっとこう低音が、もう音量大きくなるんですけど、ちょっとボワッとします。ちょっとこう、ボーンってした音になりますよね。でこういったところで、その抜けのいい、悪いとかっていうのが、変わってくるのかなと思います。まあ、っていう感じなんですけど、あとこの抜けのいい音、抜けがいいっていう表現に関してはちょっと注意で、まあ、三味線単体だけで聞くと、そのカリッとこう乾いた、広域が強調された三味線の方が抜けがいいとかって言うんですけど、バンドアンサンブル、他の音も鳴ってる中での三味線で言うと、はい、だ広域じゃなくて、まあ、中低域とかを、増やした方が抜けがいいにつながることがあるんですよ。
まあ、というのも、三味線ってそのカツカツいってる音がその肺成分なんですけど、広域なんですけど、糸の音、実際その弾いてるそのメロディー的なところって、もっと低いところで鳴ってるんですよ。だから他のギターとかドラムとかピアノとかに混じって弾くと、そのカン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 ばっかり、言ってるのばっかりその聞こえやすくて、実際何弾いてるか分かんないってことはよくあるんで、エレキ三味線とかも特にそうなんですけど、中低域をちょっと増やしてあげると何弾いてるか聞こえるようになるっていうのがあるので、そういう意味で言うとバンドアンサンブルで抜け出すためにはその中低域を増やすと、まあ、抜けがいいっていう表現になるし、生だけで三味線一丁で弾いてるとその高域が目立ってる状態が、抜けがいいな、抜けてるなっていう風に表現されたりするので、まあ、ちょっとその抜けがいいっていう表現一つとってもどの音を指してるかっていうのがね、決まってないことがあります。まあ、よく聞こえるってことなんですけど、要はね、よく聞こえるってことなんですけど、だから相対的に何に対してよく聞こえるのかっていうところでやっぱ変わってきてしまうので、ここはちょっと注意が必要かなと思います。で、まあ、結局その前に出る音っていうのは、まあ、いい状態を指すんですけど、まあ、音量がね、大きくて、まあ、これはね、後ろに引っ込んでた方がいいとはならないので、前に出てた方がいいんですけど、抜けのいい音にやっぱこだわりすぎると、まあ、その駒を下げすぎたりとか、ちょっと音量損なったりとか、その糸とアタック音のこの音量のバランスが取れなかったりして、いい状態じゃない、なんか悪い音になっちゃうっていう可能性もあるので、うん、まあその好みも多少、好みとか多少音が変わるので、まあいいところはいいんですけど、基本はやっぱり大きい音量がいい、前に出る音っていうのはいい。あとは抜けがいいか悪いかっていうのも、やっぱりバランスのいい音質を目指してその楽器を選ぶっていうところが、まあ、大切なのかなと思います。まあ、というところが、前に出る音量、前に出る音と抜けのいい音の違いでした。ご参考までに。はい、お知らせです。流派や会派、国籍を超えたワークショップやっております。指導者の方々への講習会もやっておりますので、教え方に悩んでるっていう方もぜひご連絡ください。津軽三味線日本一の知識と技術を皆さん共有していきましょう。それから霊弦モデルの津軽三味線アクリルバッチ、三味線ギグバッグといったアイテムを揃えております。従来の三味線アイテムに持っていた不満を一気に解消した一品となっております。お問い合わせは公式ホームページ、 Twitter や Facebook などの SNS よりお待ちしております。それからチャンネル登録をしていただけると、このチャンネルの動画が漏れなくチェックできますので、よろしくお願いします。